私は宮崎ひかり。夫の哲司と結婚して早や1年。子供はいないけど幸せに家庭を築いている。ゴールデンウィーク期間に入り、夫の実家に泊まりに来た。父さん母さん、ただいま。お邪魔します。いらっしゃい、よく来たね。どうも二人ともお久しぶりです。お先にくつろがせていただいてますよ。おお、元気だったか。兄貴、レイナさん久しぶり。お兄さんお姉さん、こんにちは。義父も義母もとてもいい人で、義兄も義兄嫁も気さくに話してくれて、いい環境に恵まれている。あら、いいご身分ね。嫁いできた嫁の分際で。義妹にあたる和葉さんを除いては。和葉、ちゃんとご挨拶しなさい。嫁いできた家に嫁らしいこともしないでダラダラしてるとかありえないわ。カズハやめんか。わざわざ遠方から来てくれてるんだぞ。新婚のご挨拶に来た時からこの調子で、この時から随分と見下した発言をしていた。そんな彼女は義父母の静止を無視し、秒で嫌味を炸裂させるのであった。そんな彼女の決まり文句は、これだから学歴のない人は常識知らずで困るわ。マーチに在学してる私との知能の差が違うわ。である。やめなさい。ケイチたちもケイジたちも遠方からの移動で疲れてるからゆっくりしてもらってるだけよ。連休で昼過ぎに起きてくっちゃ寝してドロドロしてるのお前だろうが。私はいいじゃない。大学の勉強レベル高いから頭フル回転で疲れるのよね。どっかの知能低い人たちと違って。お前遊び回って成績悪いって聞いてるぞ。勉強のしすぎで頭痛いんじゃなくて、ゲームアプリのしすぎで頭痛いだけだろ。見えはんな。義父母や義兄たちに散々言われているのに一向にやめない学歴マウント。これは和葉さんの現在通っている大学に理由がある。和葉さん、ちょっと継承で呼ぶのがめんどくさくなったので琴目にする。琴目は現在マーチ大学生、明治青山立教、略してマーチと称される有名な大学の一校に在学しているのだ。私マーチだから。私はマーチに行ってて周りと頭の作りが違うから。マーチって選ばれた人しか入れないから。それでマーチはやっとこやっとこ振り出した、おもちゃのマーチがラッタッタ。どうよ、おもちゃのマーチ。現役合格しているのはすごいことだし素晴らしいことだと思うけど、さすがにマーチマーチ言われて蔑まれるといい気はしない。ごめんね二人とも、あなたたちが来るときは失礼なことを言わないようにきつく言ってるんだけど。いいですよお母さん、いつものことですから。お母さんたちや夫たちがちゃんと締めてくれているので、それが救いですよ。義父母も手を焼いているようで、義母に謝罪されるのが毎回申し訳なかった。夕食後、食器洗いをしていた私たちのもとに琴目が現れた。みんなの前でいつもの調子でやるとフルボッコにされるとやっと学習したらしく、今度から私たちが二人の時にやるようだ。そういえばレナさんってどこの大学出身でしたっけ。帝京平成のおたけび大学ですけど。全然知らないんですけど、しょぼい大学なんでしょ。マーチと私の行ってた大学レベル的には全然変わんないよ。地方大学だからそりゃ有名じゃないけど、偏差値はあなたの大学と一緒だよ。ほら見てごらん。レナさんがスマホの画面を見せると琴目の顔が引きつった。おそらくレナさんの言う通りなのだろう。でもマーチは有名だから倍率とか全然違うから。なめんな。なめてないですよ、レベル的に変わらないって話をしただけですが。バーカ無名、あんたの大学デベーサー。レナさんに完全敗北した琴目は小学生並みの捨て台詞をレナさんに言った。本当に大学に出ているのか疑いたくなるほどの語彙力のなさだ。そして気を取り直したように私の方を向いた。光さんは大学どこでしたっけ。大学は行ってないです。もしかして小嘘つ。そうですけど。そうなんだ。そういえば今まで私は何も聞かれたことなかったな。
なんてのんきに考えていた私、次の日から琴音の学歴マウント相手にロックオンされたとは知らずに。次の日、お昼ご飯の準備をレナさんとしていると、琴音がにやつきながら私たちに近寄ってきた。あ、高卒の光さんだ。やっぱ、大学って、人生で一番いろんな知識を入れる場所だから、そこに行ってない人とは、話が噛み合わないから、ちょっとね。戦場カメラマン？言葉の間がたっぷり入る感じで嫌味な言い方をされ嫌な気持ちになっていたけど、レナさんのツッコミで吹き出し救われた。確か結婚の挨拶に来た時、ご両親いないって言ってましたっけ？そうですが、それが何か？両親は私が高校1年生の時に事故で他界した。その時社会人だった兄と姉が学費を出してくれて、私は高校を卒業することができたのだ。私にとって兄も姉も亡くなった両親も大事な家族だ。このことで何か言われたら私は正気ではいられないだろう。やっぱり親なしは大学にも行けない底辺人間なんだね。かわいそう。私が黙ったことに味をしめた琴音はつらつらとひどい発言を垂れ流す。そして次の言葉は完全に私の地雷を踏み抜いた。あなたのご両親もご兄弟もあなた同様解消なしで低レベル、惨めで哀れなご家庭で育ったんですね。この時の琴音の顔はきっと一生忘れられないだろう。いい加減にしなさい。今のは悪口のレベル超えてるわよ。ひかりちゃんに謝りなさい。ごめん、悪口のレベルまで高くなっちゃって。私ってマーチだから。あんたね、カズハさんの言う通りです。私とあなたは話が合わなそうですね。私がそう言うと満足したのか、琴音は出て行った。ひかりちゃんごめんね、昨日私が言い返したりしなければ私に敵意が向いたままだったのに。レナさんのせいじゃないですよ。全ての元凶はあの三月バカですよ。マーチバカということだ。あやつ許さん、由緒正しき我らの血筋を見くびり下に下げすみよって、小生は断じてあやつを許さぬ。ひかりちゃん、アイデンティティがお奉行様に支配されてるよ。その後も琴音はいつも通りだったが、私は切れていることを悟られないために下実家にいる期間は笑顔で過ごした。そしてゴールデンウィーク明けに下実家から帰宅後、っていうことなんだけど。そうか、よし任せろ。ありがとう鉄次、こんなわがまま許してくれて。気にするな光、小生も許せんのだ。由緒正しき嫁家の血を見くびりよって、断じて悪しきあの三月バカを許してはならん。あの切れ方が大体一緒なんだけど。この日から琴音を見返すための努力が始まった。お盆、年末と義実家で琴音からの嫌味連発もずっと笑顔で交わしていた。そして2年後のゴールデンウィーク、義実家にて。あー就活忙しい。マーチって企業を選べすぎるのが難点よね。だってマーチは大学レベルが。琴音は就活生になっても相変わらずの調子だ。じゃあ乾杯しましょうかね。今日はおめでたいからな、寿司も特上にしたぞ。そうだな、盛大にやろう。今日はたくさん祝ってくれ、本当にめでたいから。ちょっと何をみんなして、お祝いなんて聞いてないわよ。わかった、私の就職祈願。もう照れるわ。光の宮廷大入学を祝して乾杯。あ、え、あら言ってなかったかしらね、光さん大学入学したのよ。宮廷大よ、すごいわよね。いえいえ、でももう大人ですし恥ずかしくないでしょうか。ひかりちゃんまだ24だし全然大学で行けるわよ。ひかりさんが宮廷大ってな、何冗談でしょう。そう、私はあの日から必死に勉強をして2年の時を経て、東京、京都、東北、いわゆる宮廷大と称される大学の一つを受験し、見事合格を勝ち取った。
光の方が知識レベル、あ、違うな、知識レベルがお前よりずっと高いからお前とは話が噛み合わなくなるな。私が仕返しに何か言ってやろうと考えていたが、夫にお株を奪われたようだ。高らかに笑う夫に何も言い返せず、琴音は苦虫を噛みつぶしたような顔をしていた。これで私の仕返しはとりあえず終了だ。後日、学費の件で義父母が援助しようかと言ってくれたけど、夫が一言、俺の会社でやりたいから。大学に行きたいなんて、離婚されても仕方ないわがままだったのに聞いてくれて、そして全力で応援してくれる哲司さんに私は頭が上がらなかった。そして義父母、義兄夫婦も反対せず、ただエールを送ってくれた。父さん、母さん、お兄ちゃん、お姉ちゃん、私は本当に優しくて素晴らしい人たちに恵まれて幸せです。これから学校と家事の両立は大変になるかもしれないけど、困ったことがあったら何でも言ってくれ。本当にありがとう、哲司さん。琴音はなんとかギリギリ卒業したものの、就活に失敗し続け、マーチからニートに変化した。相変わらずのわがままでニートを続けようとしたが、強制的に岐阜経由で会社に入社。そして現在社宅に入り一人暮らし。高学歴だろうと甘くない社会の厳しさを思い知らされている最中だそうだ。次に会った時は一般的な常識がきちんと身についてるといいなと願うのだった。ご視聴ありがとうございました。また見てね。